はい、皆さんこんにちは、キャビアフィッシングです。本日もご視聴ありがとうございます。この度ですね、ついにやっとあれを入手しました。あれとは一体何ぞやと。最近牧田さんとか廃校期さんとかからよく出ているポータブル冷蔵冷凍庫、あれの情熱価格タイプをついにゲットしました。では早速見ていきましょう。よいしょ、こちらになります。18リッタータイプの氷もアイスも溶けずに持ち運べる情熱価格のキャンプでアイスが食べたい人って書いてある冷凍冷蔵庫になります。こちらがですね、全然手に入らなくて一時期すごく話題を生んでいたんですけど、なんとシガーソケットで冷凍冷蔵ができると。でコンセントもできる。じゃあマキタとかと一緒に並んじゃんっていう風になると思うんですけど、ちょっとね、いろいろと開封レビューをしていきながら試してみたいこともあったので、今回これを購入してみました。では早速開封をしていきたいと思います。はい、では早速開封していきたいと思います。ちなみにお値段が、2万円しなかったかな、1万8000円だったかそこらで買えたんですけど、結構しっかりした段ボールに入っています。で保証書が入っています。で発泡スチロールで上に蓋が重なっていて、で本体こういう形になっています。じゃあ本体を取らしていきます。はい、本体出てきました。でタッチパネル操作とかになっていて、使い始めはコンプレッサーの保護のため24時間以上上向きで整地してから通電してくださいというふうに書いてあります。でちなみに、買ってきてから24時間以上、平らなところに置いて放置してあったので、もう大丈夫かと思います。はい、では、詳細の方、こちらがタッチパネルになっています。で保護シールが貼ってあるので、扉を開いて保護シールを剥がしていきます。おで中に取扱説明書と、シガーソケット電源から取るための、電源コードと、コンセントでやるためのコンセントの AC アダプターが付いています。で、中に入る容量的には 500ml の、カンカン？そんなはずはない、 350ml が、22本入るっていう18リッターのタイプになっています。で取扱説明書の方を読んでいくと、注意書きなどがいろいろ書いてあって、 AC アダプターを使うときは、コンセントとこの変換アダプターっていうのが必要になるみたいです。で DC の電源コードの場合はこれだけで、車でキャンプの時にも車でエンジンをかけていれば使える、もしくはサブバッテリーで使えるというふうになっているそうです。はい、でモードがいろいろありまして、エコモード、マックスモードっていうふうにいろいろ設定するみたいですが、今のところちょっとよくわからないので、とりあえずは電源を入れてみようと思います。まず起動する前にちょっとサイズ感の方を測っていきたいと思います。
まず横幅、横幅が、だいたい56、7センチで、奥行き33センチ、高さが、29センチぐらいですね。はい。で、続いて中が、中は結構小さくてですね、横幅が23センチで、縦が、34センチ、高さが17センチになっています。ではちょっと電源をつけてみたいと思います。で、家の中なので一応 AC アダプター電源の方でつけていこうかなと思います。で、持ち運びの時にも便利なようにこうやってハンドルが左右についていて、意外に持った感じとても軽いです。中に入っちゃうとちょっと重くなってしまうかもしれませんが、意外に持った感じ軽いです。で、牧田さんとか廃光機さんとかだとバッテリーを入れることが可能なんですが、こいつの場合はバッテリーは入っていない分、お値段が多分安くなっているんじゃないかなっていうふうに思いますが、 DIY が好きな人とか、まあドンキの保証なくても別に壊れたら買い直すよっていう人は DIY でいろいろとちょっとカスタムできると思います。はい、今これで電源が入りました。今32度になってます。で、ファンの音聞こえますでしょうか。思ったよりうるさくないです。まあその辺のデスクトップのパソコンぐらいの静かさだと思います。今ちなみにこの中が32度になっているそうです。モードがエコ、それからこれがハイですね。エコかハイで選べます。設定温度はこれで今0度設定、最大まで下げると -20度まで設定することができます。で、今からこの32度、この中が今32度ですね。この中が32度で しばらく放置してどのぐらいになるかどうか見ていこうと思います。はい、時間にしてだいたい30分経ちました。で、今回は、コンセント AC 電源 100V で、テストしています。で、ハイパワーモードの設定温度が、-20度までセッティングして、30分放置した結果がこちらになります。今-3度までいっているそうです。実際に本当にマイナス3度ぐらいの体感なのか、ちょっと開けてみたいと思います。お、結構本当に冷えてます。すごいですね。で、中見ると若干この辺にちょっと見えづらいんですけど、霜が降りてます。
で、夜間のとこ時にも大丈夫見えるよっていう風にライトちょっと弱いですが一応 LED のライトがついてます。あまり必要ないかもしれないですけどね。いやすごいな、本当に冷えてますね。でお店で実際にあのコンセントでつけっぱなしになっててマイナス20度に設定されていて、マイナス5度ぐらいで中の保冷剤がカチカチに凍っていたので、うわこれすげえと思って感動したのを覚えています。はい、だいたい AC 電源でマイナス3度で、 AC 電源って言えば今、結構主流になってきているポータブル電源もコンセントがついているので、まああれでね持ち運びしてキャンプの時にこの中に入れて、まあ支度してテント立てたりして夜飲み会とか、お肉とかちょっと冷やしておきたいよとかアイス入れておきたいよっていう時に早めに入れて電源を入れて、セッティングして、それまではクーラーボックスもしくはまだ、早急には食べないんであればギリギリまで買いに行かないという風にしておけば絶対的に大丈夫だと思われます。で、今後ですね、ちょっといろいろとテストして実践導入していく動画などを撮っていきたいと思いますので、チャンネル登録グッドボタンの方よろしくお願いします。それではまた。